皆さんこんにちは。にちゃん放送局です。皆さんは高級料理店に行ったことはありますか？お店の雰囲気はもちろん、テーブルマナーなどもあり緊張してしまうという方も少なくないと思います。特別な日に誰かと行くイメージのあるところですが、今回ご紹介するのは一人で高級フレンチに行く猛者が立てたスレです。ぜひ最後までご覧ください。一人で高級フレンチに来たったった。いいな。わってか。高級感あんまないな。雰囲気ええな。一人なのにテーブル。椅子がそれっぽい。いいね。ガチャガチャ置いてあるじゃん。開けようぜ。確かになんやろ。チンチンじゃん。全部アップグレードで。とりあえずリゾットだけ追加した。あとメインは牛肉赤ワインに。なんだ、グルメベネフィットでも使ってきてるのか。ワイン来たった。オシャンティ。テンポよくて好き。こういうお店って一人客って結構いるもん。普通若いカップルが記念日に来るもんじゃない？そりゃそうだ。たかが一飲食店舗にエスカレーターがあるのがすげえ。非常時に雅美長官になりそう。高級店にはガチャがあるのか。塩コショウだったわ。さ。ガチャガチャやんけ。シュール。奇抜なデザイン性と高級感って反比例するなぁと再確認。意外と安いコースもあるんだな。パンとホイップバター。バターおそらくこれ店内で牛乳から直に作って出してるやつだな。言っちゃあかんと思うけど、スマホポチポチのぼっち客ってめちゃくちゃ浮いてそう。こういったフレンチ一人で行ったことあるけど、まだ持たないからスマホポチポチしちゃうんよ。ちなみに今度彼女の誕生日に予約したくて下見にって感じの嘘ついて行った。覆面調査員かと疑われてそう。こんなところ行けるなんてすごい。入り口でもう怖くて無理。わかる、そもそもフォーマルな服持ってない。両隣はカップル、向かいもカップル、右斜め前は女二人、一テーブルだけ家族連れ。ドラマで使われてそうな感じ。たっぷりホイップバター。甘い、しょっぱい。勝手に食って良いのか。綺麗な手だな。デブの手って言ったやつ殺すからな。指細いじゃん。一緒に行きたかった。給料日来たしご褒美にいいよね。前菜来たった。うまそう。なんかかけてくれた。撮影に夢中で聞いてなかった。お前それは良くないぞ。店員いなくなってから撮ろう。かけ忘れたのか。いや忘れてない、その場でかけるパフォーマンスみたいなやつちゃうか。ラリアンスが高級って。カジュアルレストランだよね、でもしっかりしてると思うよ。なんか雰囲気に負けて味わからなくなりそう。スープ。なんだこれは。めっちゃ甘そう。やばそう。よくわかんない花みたいのも食えんの。エディブルフラワーだよ、食べれるけど別に美味しくはない。皿一面にソースが斜線状にぶちまけられてる料理出てきたらめちゃくちゃ切れてほしい。一人で飯食いに行ってそれを取るって恥ずかしくてできないわ。その青いライトが場違い感あるな。青って食欲なくす色だったような。満腹感出すためにわざと置いてるのかも。料理まだかな。一人は笑う。フレンチ体験してるみたいな感じで楽しい。キュウリぶっ刺してるやつ笑う。お正月飾りみたい。色的にキュウリじゃないだろ。これキュウリに見える。その肉団子なんだよ。右はズワイガニボール、左はブリボール。言われないとわからない。ズワイガニボール、その塊ズワイガニかよ。もったいねえ。ツナみたい。これ1万円台。もっといくでしょう。撮影許可する高級フレンチ店。ダメなの。言われてみれば。むしろ客の奴隷だぞ。いいとこのレストランはルールがわからないから怖くていけない。二郎の方が怖いぞ。二郎もいけないもん。メニュー。おしゃれ。日本語なのに何も意味わかんねえ。ずっとテーブルに一人でスマホを向けてるおっさんは異様だろ。一人で来てるなら仕方なくね。一人でぼーっとしてても異様だし。多分インスタにアップしてると思われてるだろうし、セーフ。これお前らしか気にしてない。斜め向かいの女子二人もパシャリまくってるし、セーフやろ。トイレついでに色々見てきた。
おしゃれ。ここまで手厚く歓迎されるの苦手、黙って飯食いたい派。ベース5800円か、まあこんなもんだろ。途中でトイレ行っていいんだ。許可取らなくていいと戸惑うよな。サラダおかわりできた。おかわり。シェフ呼んだ。おかわり。肉もおかわりしてみて。ロースで。いいとこだね、美味しそう。前菜終わった。ごちそうさま。いやまだ前菜。忘れてた。パン食い切らないの。お前はそう言うなら。ってことで食い切った。おかわりすればいいのに。パンおかわりした。形変わってる。もうお腹いっぱいになってきた。これは高級というよりカップル向けに普通より微妙に高めの値段設定してる感じの店では。それな。結婚式以外でこういう感じの食べたことないわ。結婚式場併設のレストランだからまあこんなもんよね。これ食い終わるたびに店員呼ぶの。それは嫌だな。客の食べるフェイス確認しながら調理の指示出してんだよ。魚来るぞ。わってか。今来た、いいぞいっぱい食えよ。すまんリゾットが先や。少ない。ラクレットかけてくれた。うまそう。リゾットにこれやると安っちくなるな。ラクレット臭いねん。卵焼きみたいなあれやな。ラクレットならでかいチーズを溶かしてほしい。いいなぁ、一人でフレンチ行きたいけどメンタルチキンやからいけん。料理来るペースおかしくね。一人客だから来るペース早いって計算してんのか。一だけなんじゃないか。他に客いないからって早く出てきてたまるか。コース料理なんだから客に合わせて料理作るけど序盤でこの速度に対応できんのってなる。それもそうか。ホイップバターたっぷり。カリフラワーに見えた。リゾットが足りなかったのがよくわかる画像。ヨーグルトキノコ思い出した。なぜ上に乗せるの。こうするのが正しいの。そうだぞ。上に乗せる意味がよくわからないなって。パンうまそう。もう一度言うけどデブの手は禁止な。聞くから。一人でスマホパシャパシャしすぎ。ホイップバターって甘いの、しょっぱいの。神楽坂フレンチレストランラリアンスは、2003年に創業した、大切な人と特別なひとときを過ごすレストランです。お前の大切な人って、もしかして俺ら。魚来た。思ってたんと違う。うまそう。旗のポワレ、ズワイガニソース。一人で食うのがきついから取りまくってるんだろ。インスタグラマーすって顔してないとデート用レストランはさすがに無理だ。俺は土底辺チーズ牛丼ハフハフでいいや。皿でかすぎ。結構安めだな。っていうか味の感想全くないのなんでだよ。確かに。すげえうまいぞ。フランスの人って普段からこんな感じの食べてるのかな。こういう店って量少ないよな。大盛りとかできないの。サラダとパンお代わりできるらしい。サラダもか。この店、紙だ、パンだけじゃなくて、ホイップバターもお代わり可能。そりゃそうだろ。食いすぎたら怒られだろ。次のおかわりパンの形があたしきになります。フレンチって別に味が目的で行くもんでもないよな。そこそこでしかない。一人で食うのは寂しかろう。今度一緒に行こうぜ。一緒に行く友達できたら死ぬほど嬉しい。店のパンとバターを食い尽くす。ホイップバターたっぷり。うまそう。まるでシュークリームではないか。その弾力はなんだよ。他の客少なそうだからまず間違いなく常時テーブル見られてる状態でその食い方できるのすげえよ。ガチぼっちだから一緒に行く人がいない。ここでは一緒だぞ。ありがとう、お前ら超優しい。このぐらいの価格帯ならビッパーの 2,3 人連れてっても大した負担じゃないし、すれ立てて呼べばいいんじゃね。不審な男4人組でしかないが巻き添えがいれば精神は保護できる。おごってもいいっすよ、もちろん。俺たち友達だよな。なんで誘ってくれなかったの。そりゃ一人でフレンチだもんな。ぼっち以外の何者でもないよ。さすがに惨めすぎてみんな同情してんの笑う。肉きた。小さい。きたー。くっそ新た。少な。ちっさ。めっちゃいい、うまそう。
最高級牛肉が不可視じゃないなら5800円で採算取れる目いっぱいに見える、良心的に見えてきた。一人フレンチいつかやってみたいと思ってるからタイムリーなスレや。このオレンジのさっきもいたな。美味しそう。付け合わせも何が何だかわからん。上から、レンコンの和え物、山芋、パンプキン、ネギトリュフ。山芋うまそうだな。美味しそう。彼女できてもこんな店に連れてくる勇気ないわ。良いじゃないか。隣のカップル、イチャイチャしながら出てったわ。これからセックスするんやろな。一人で食ってる俺なんか悔しいわ。ほぼラブホの前座だからさ、こういう店。お前はラブホのフロントに入り込んでる一人の男だからさ、ほぼ。パンなくなったけどこのまま食っていいかな。誰も見てないし。コロナでホール担当減らしてるんじゃなかったら絶対見てるからやめろ。それはやめろ。マナー違反でできんに。普通こういう店のパンってちぎってクリーム塗って食べない。意味不明。まあ確かに丸かじりはせんな。象形文字よりひどい。よくそれの画力デーで伝えようとしたな。スマホに指で書いてるからうまく書けない。ホイップバター食っちゃった。マジでできんルート。甘いの、しょっぱいの。甘くてしょっぱいかなー、無限に食えるわこれ。パンとか気にしないでどんどんおかわりしとけ、店は気にしないから。奥さん亡くなってしまったけど結婚記念日に毎年来る人か。こういうとこ一人で行けるの趣味の幅広がって羨ましい。みんないなくなってくんだが。悲しい、店でもぼっちなんて。一人ぼっちはロタ。パン残ってんじゃん、もったいね。フレンチでもう走れるんだ。クソはロタ。デザートは2階だって。めんどくさい。なんで移動する必要があるんですかね。移動。うお？デザートだけビュッフェになってる感じか。カップルがめっちゃイチャイチャしててわろた、許せんわ、俺は彼女もいないのに。ダメだ一、感情を抑えろ。年の頃は大学生くらいかな、悩みなさそうな笑顔してやがる。早まるな。紅茶と茶菓子来た。うまそう。さすがにもうちょっとなんとかできるだろそれは、いくらなんでもだな。なにこれ。それ食うためだけにわざわざ移動したのか。いやこれからフランベの実現があるっぽい。ホイップバターもっと食べときゃよかったな。勇気あるな、俺は一人でフレンチとかちょっと無理だわ、誰かと行きたい。ルパン三世のボスキャラが高級レストランに一人で来てたの見てかっこいいなって思った。確かハリマオの財宝王のやつ。なんか始まった。クレープにコアントローフランベやけ。クレープシュゼットって書いてたからフランベごっこが始まるな。フランベだった。クレープシュゼットうまいよな。めっちゃ燃えてて笑う。うおおうまそう。どっちかといえば店がフランベしたいためにクレープシュゼットが選ばれてるまである。めっちゃ燃やすためのデザート。ごちそうさま。この後帰るかバー寄ってくか、どうする。バーでナンパ実況。じゃあ女性店員がいるバーに行くわ。2軒目行こう。デザートって好きなの選んでみたいな感じかと思ってた。ようやるわ。なかなかいい金の使い方だね。一人で行く度胸もすごいね。お会計。ふえ？バー入るわ。君の瞳に乾杯。オレンジジュース。人参のポタージュ。行動力がすごい。バーに行くのか。こっちは高いな。バーってこんなに高いのか。バーの方が高級でくさ。生姜頼もう。すまん、ゆず頼んだ。生姜もええよな。ゆずも良いぞ。たっか。独身貴族だなぁ。このくらいの金額ならたまには良いのかな。おしゃんて。うまそう。良いじゃないか。これで3700円か、バーの値段設定怖い。食べすぎだろ。何かしゃれてて楽しそう。
バターさんとか呼ばれてそう。女の子いる店じゃないじゃん。店員が全員女性。映ってる店員が男にしか見えないんだが。店員と交渉して写真載せてよ。そんなコミュ力あるように見えるか。ごめんぼっちだったな。ソルティドッグ頼んだった。高すぎない。ドライバーないじゃん。コスモポリタンってカクテルもあるのか。バーってこんな高いのか。一生いけんな。次ネバダ頼んでみて、マジでうまいから。もう飲めない。ごめんもう酔っちゃった。夜はまだまだこれからだよ。もう許して。自分じゃめったに行かないから正直見てるだけで楽しい。ソルティドッグ。うまそう。さすがに腹はいっぱいなのか。よくよく考えれば、ユズカクテルとソルティドッグってほとんど同じやな。店員さん話しかけてこないの。コミュ障発揮してもうてもじもじしちゃう。ガルバ的な店じゃなくてちゃんとしたバーだけど女性が店員ってだけか。そう。レマンのみたいな、ファンタスティックレマン頼んでくれよ。ジントニックをステアで頼むと店のレベルがわかるって漫画で読んだ。眠くなってきた。俺はもう寝るぞ。盛り上げてくれてありがとうな。ごちそうさま、帰ります。面白かった。お前なんでことごとくカップル向けの店に行くんだ、何か憎いのか。コース料理なんて人と話しながら食うもんだろうに。ごちそうさま。高すぎわろた、ドリンク数杯だろ。ユズカクテルとソルティドッグ、あとミックスナッツ。楽しそう。コミュ障でバー行って何を楽しんでるの？俺もコミュ障だから煽りじゃなくて単純に疑問。雰囲気を楽しむ。せっかくの美味しい料理や酒なんだ、セルフィーしない方が失礼なんだぞ。値段はこんなもんじゃね。SNS マウント用にスマホ触ってるクソマンこと、コちゃんマウント用にスマホ触ってるクソチンコどっちがいいよ。どっちも現代の病理やな。でもお前らのおかげで寂しくない。お疲れ様。お土産。さすがに今食べるべきではないか。朝にでも食べたらいいぞ。明日の朝にでも食います。視聴者プレゼントしろ。都内住みとか勝ち組かよ。神楽坂から歩いて20分のところに住んでる、ええやろ。恥ずかしくないん。ちょっと気まずいけど慣れた、案外誰も俺のことに興味ないんだなって最近知ってから、すべてがどうでもよくなった、一人行動も余裕やで。彼女はいないのか。178センチ84キロのクソデブです。痩せる気はないってのとなんか体でかくて怖がられる、ので金あっても彼女でけへん。パン美味しかった。美味しかったです。都内ならまあ周り気にしてる方が浮くよな。ホイップバターはなしか。ホイップバター美味しかったわ。さすがにお土産は無理やろ。リゾットうまかった。美味しかったよ。目の前でラクレットかけてくれんのよかった。いいね。来月彼女誕生日だから予約しようかな。お前人生楽しんでるな。喜んでくれると思うよ。誕生日プレートと2回上がった時花束用意してくれる。もうちょっと太ればどこに食いに行っても好奇心旺盛なタイプのデブなんだな。って納得されるから恥ずかしくないぞ。行きたい。自分の分は自分で出すからホテルの朝食バイキングとか一緒に行こう。俺も来月見合い相手と2回目&初お酒とお泊まりデート予定だから高級フレンチで決めるか。すげえスレを見た。楽しそう。俺も金の使い道ねえし暇だし高級フレンチでも食おうかな。居酒屋なんかでもダラダラ注文してたら結局それなりの金額になっちゃうからな。たまには臆せず高い店に決め打ちしていくのが経験になっていいもん。今さっき見たけど珍しく両スレでした。俺もこんな店一人で行けるような大人になりたかったわ。いや彼女作って一緒に行く人生にしろや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。以上、2ちゃん放送局でした。